こんにちは、山本道場の山本誠二です。さて、5夜連続シリーズ第4夜、第4夜はトップ、これやりたいと思います。もうトップやるのかっていうね、いうことになるかと思いますが、やっぱりですね、我々も何で判断するかって言ったら、形では判断をしてます。くどいようですけど、その形というものは作るものではない。で、作ろうとするものではなくて、この間まで第3夜まで言ったようなことでできた自然な形、ね、これがちょっと違うようになってたら、あ、タイミングが違うんじゃないか、ここが違うんじゃないかという判断をするわけです。だから作られた形というものは、まあもう山本道場で言えばもう全く、もうそれがもうどんな形であろうと全く意味をなさないと考えるわけです。だけれども、まあ自分でこうやっていてね、自分でチェックをするときにですね、やっぱり私たちと同じようにですね、まあ判定できるとですね、ものすごいこう効率が上がるということだと思いますので、今回はちょっとトップをね、ちょっと考えてみたいと思います。くどいようですが、くれぐれも作ってはダメです。例えば自分でトップをもっとこうチェックしたときに、ああ俺またこうなってんな、こうなってんな、どうなってんなというから、そこを直そうと意識してはいけない。どういうふうにテイクバックをしたら、そのいわゆる基準のね、これ今から説明してしますけど、山本道場の基準のその範囲に入るか、いうことを考えてください。で、実はですね、山本道場では結構基準が緩いです。まあ、例えばこう俗に言われているようなピタッとしたものじゃなくても、いろんなその要素がはまっていればですね、全然問題ありません。ですから、細かいことにとらわれず、ね、今から言うチェックポイントをチェックしてもらえればいいかと思います。ではまずね、トップでね、何を一番チェックするかというと、ちょっとこう正面からこう見て、一番チェックするポイントは実は左肩なんですね。まあ、アドレスで説明しましたように、左肩はちょっと上がってる状態です。でそこからもうこの右と左手の左肩の関係がもう大きく変わってしまう。これもうブルーです、最悪です、ね、だからトップで、まあ、テイクバックでも分かるんですけど、トップに行った時にこういう状態、こう作られた重心が大きく変わってしまうようなものはダメです。なぜかというと、これでこの状態でいくらこの形が良かったとしても無理、無理。この弊害はもうほとんどこの左腕を伸ばすという、こういう変な意識から来ていると私は思います。ですから構えて左手を伸ばしてってこうやったら、これも無理、この形はもう全然最悪。この形がほぼもうこういう風にクロスを生むわけですので、これがよくない。じゃあいい形はもう本当にこの左右のこの肩の、まあ、要素がもう変わってます、変わってます、こういう状態、重心も左右の関係もほとんど変わらない、こういう状態。これをもうゆっくりやるともううにょろうにょろなるんで、これがまずトップで一番大事にしないといけないポイントです、ね、でその中でいろいろ許容範囲があります。これがこの状態が保てるのであれば、こうなっても構わない、別にこうなっても構わない、まあ、こうはあんまりならない。これ右手が強いからクロスするという解説がありますが、まあ、それもあるかもしれませんけど、実はそうではないです。左脇をくっつけすぎるとこうなります。その場合はこういうクロスが多い場合はもう
左脇をちょっと開けてください。で右で右でと持ってくれば全然 OK。 だからもうこのトップの皆さんがもう気になるトップもですね、やっぱりこう不自然な感覚、もう自分がもうスムーズに動かないようなものをやるともうバンバンもう満載して出てきます。ですから、まあ、スイングのトップをきれいに決めるときに、まあ、ここを締めろというのは、今締めたらですね、もう動かない、まあ、動かないからこう形ができるかも分かりませんけど、やっぱりとりあえず飛ばしたいからね、やっぱりこうここを守ったままこうきます。そしたらもう一生こんなスイングになりたいなっていうものにはならないので、そのためには、まあ、ちょっと次のチェックポイントですね、私も一木選手も山本道場の人みんな脇は空いてます。絶対締めることしないです。肘も締めない。開けることによって開けることによって一番スイングで、なってはいけないこう硬直してしまう。これ山本道場の中にブレーキ縮めるという動きがありますけども、ここで締めてたらもうブレーキかかった時本当に止まります。ここで開けてるからさあブレーキって言った時にもここでスパーンといくわけです、ね、ですからガッとこう取っていった時もこれも絶対開いてないです。もう空いてることによってクラブ消えますから、意識の中からくっついてるとくっつけてやろうとクラブコントロールしようということになってしまいますから、まあ、そこが、ね注意しなければいけないと思います。まあ、トップで気をつけないといけないことはこれぐらいですね。あとは、まあ、なってもいいと思います。もうクロスも、ね、反対も別になってもいいと思います。で今のことを守ってもらえれば極端なアウトサイドインとか、まあ、そういうの全くなくなります。でそんなにいろいろ考えなくてもいいかと思いますので、ぜひこれをチェックしてみてください。じゃあちょっと、はい五木選手に今から、スイングしてもらうんですけども、トップでそのまま来てもらっていいですか。はい、打つつもりでパッとアドレスしてパッとテイクバックして、ここ私のトップっていうところで止まってます。あのね、もう打ち合わせないですけど、もう本当に、予想以上でした。まあ、この辺かなというと思ったんですけど、あ、なるほどね。上手に説明できます？はい、ダンスっていうものがあったら、あれもう終わり。で、そうしないように上げる対策ができるのってここなんですよ。はあ。そしたらもう自分の思い通りパッとテイクバックできたらもうボール打ててるというそういう感じですか。じゃあどうしますかね。じゃあ、今から打ってもらって、スイングを止めてじゃあ解説しましょうか。ストップ OK、 もうこれで解説しましょう。五木選手のトップのいいところやっぱこっちがすごい前下がってたんですね。それは
右サイドがコクッと伸び上がるからこっちが下がってたんですけど、人間っていうのはこの体勢になるともうボール打つどころかこの体勢嫌なんです、不安定なんです。だから元に戻そうとしてこういうことをやります。その時に右足蹴りますね、だからありがとう。人間っていうのはボールをこのレクリエーションでボールを打つっていうことは脳はさほど重要視してないです。そう思ってください、ね、どんなにあー口きしょうしっとしたもう俺は死んでしまいたいと思ったとしても脳はいやもう全然もう生きることがもう全てなんでというふうに思うと思ってください。だからミスショットなんて何とも思ってないです。だから体勢が崩れた時に変な体勢になった時に自分の体のバランスを保ついい体勢にするということが最優先なんです。これはもうほんまにこの辺の脊髄反射が条件反射レベルだと思います。だから皆さんがこれが正しいこれがトップだとやってなるわけないんです。それはもうこの辺のもうそのなんていうの脳のねもうこれは面白かったとかこれはいいなとかもう自分の好みをその司るところでやったって体は反応しません。だからそのセンサーに触れないようにすることが正しいトップなんです。何が、ね、そういうことなんですよ。だからこんな考えたって脳はあだめだめだめ体勢を整えなきゃっていうことを最優先するんですよ。そこを考えないとだからあれ一生懸命やってるのに俺はなんでできないんだろうということなんかあるわけないからそれ、それを山本道場のネイティブスイングっていうのはそれが起こらないようにしてるだけなんですね。はい、起こらないわけです。そしたらもう脳が大丈夫大丈夫はいもうこれだったはいもう好きなことしていいよはい大丈夫ですよっていう状態です。なんかそうなってるあの理由がちょっと理解できて面白くて、そういうことね。そうなんですよ。こうなってる時あるやん、私もこう、あれも危険と思ってる。危険もうだめだよ。そう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 。三半規管がありますからね。三半規管がずぐらっとしたらあこれダメこのままじゃと思うから。でないと。こう二足歩行の人間って実はものすごい不安定なんだね、はい、このトップが、ね、ものすごいこう自分の体の右左そうこの右左、ね、これはもう全然ブレた頭もブレてない頭ブレたらあかんって言いますよね。それもブレたらダメです、ね、でも一番大事なことはこの自分のこの三半規管をこう揺らさない、ね、揺らさない。もう揺れたらもうダメです。これがトップの極意です、はい、じゃあいつもの通りこうちょっとスプーンいってみますか。スプーンでバシッと決めてみましょうか。3番ウッドねなかなか難しいですよね。でもこれもやっぱり、ね、ゴルフで言われてるようにやっぱりいいトップだといけるんですけどそのトップやっぱ作ったトップでは、ね、すごいけどダメです。はい、OK、はい、ということで、ね、もう一回もう一回言ったそうですけど今も結構良かったです。 Always確かにこの部分だけまで、しっかり、イメージできていけるようになったらたとえちょっと球が当たらなくてもねんこの動きいいん違うかなって多分皆さん感じると思いますから、そしたらもう球当てに行こうとせずにもうバンバンもう球をね、打って勝手にスパーンとこうねボールを捉えられるまで、ちょっとやってみてください。はい、ということで第4話、トップオブスイング略してトップでした。それでは最終回の第5夜もお楽しみにしてください。それではまた会いましょう。